でも、まあ、4連勝する前から、勝ちながら修正するっていうところはチームで話してましたし、まあ、それが、まあ、毎試合毎試合出た課題に向かって、みんなで修正して毎試合ちゃんと臨めてるので、それがやっぱちゃんと結果となって出てるし、みんなすごく前向きにトレーニングを詰めてるので、雰囲気はすごくいいと思います。まあ、そうですね、まあ、結構、まあ、岡山さんは前半、まあ、PK 決められなかったりとか、まあ、苦しい展開でもチームでなんとか1点取ることができて、まあ、後半、まあ、最初押し込まれる形があったんですけど、まあ、ちょっとシステムを、まあ、3枚に変えたりとかして、ちゃんと相手と合わせてできたし、でいつもそこからまあ押し込まれる形が多いんですけど、逆にこっちがもうボールを握り倒して試合を終われたっていうところは、確かに時間の使い方的には良かったと思うし、相手に本当に何もさせないような戦い方ができたんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ、そこのクオリティを、まあ、まだまだもっともっと上げていけるんじゃないかなっていうふうにはチームでは、はい、思ってます。もちろんは 1-0 で進んでてもそう簡単にやれないっていう自信はありますけど、やっぱりもっとやっぱ点取るスポーツなんで、追加点を取ってもっとなんか強い勝ち方ができるようになりたいですし、まあ、事故でね、その一失点してしまう時もあったりするので、まあ、そこはもともと点取って、僕たち攻撃のチームっても監督も言ってるんで、もう1点じゃ足りないと思うので、チームでやっぱもう何点か取りたいなっていうふうに思ってます。で前はでもハイサイドでチームでハイサイド狙っていくっていう話してて、ハイサイド狙ったらそこはもうブラガとカルのクオリティが良すぎて、まあ、あの2人が本当点取ってくれたっていう感じだったんで、僕はあんま何もしてないかなっていう感じなんですけど、で前回もまあ、リスクマネジメントでボール取って、涼太郎にボール預けた涼太郎がうまいこと前にバンって出してくれたんで、でもう荒野とカルのワンツーであったりとか、そこも前のクオリティには感謝してますし、あんま何もしない感覚ですけど、はい、全体的に染み込んでると思いますし、やっぱ相手もそれされると嫌だし、まあ、自分がディフェンスの人間なんで、その気持ちも分かるんで、チームとしてはやっぱその取ったら前っていうのは、すごく意識してるんじゃないかなって思います。まあ、そうですね、まあ、最初クローザーで出たりとか、まあ、出なかったりとか、まあ、いろんな立場で毎試合経験できてたんで、そのとチームでいろんな人の気持ちが分かるというか、だからこそそのスタメンでピッチに立つ以上しょうもないことはできないし、その人らの代表としてピッチに立ってるので、そういう気持ちが分かった上でピッチに立ってるつもりなので、そこはなんか出てなかった時もすごくポジティブに捉えて試合出れてるのかなっていうふうに思います。まずゴールデンウィーク中の、まあ、ホームでの試合ですし、たくさんの方が来られると思うし、まあ、特に、まあ、子どもたちなんかもたくさん来てくれると思うし、まあ、いい子どもの日のプレゼントになるんじゃないかなにしたいんで、子どもの日のいいプレゼントにしたいんで、そこは何としても勝ってみんなで笑顔で勝ち残したいなっていうふうには思いますし、まあ、ホームなんで僕たちは本当点を取って攻撃的にもうどんどん仕掛けていけたらなっていうふうに思います。
順位とかは別に関係なく、毎試合毎試合ベストパフォーマンスを出すことが大事だと思ってるんで、どんな相手であろうと思いっきりやることが大事だと思うんで、ちゃんと準備して、そこはもう変わらずいい準備して戦えたらなっていうふうに思います。まあ、僕たち後ろがまあ弾くところもそうですけど、まあ、その弾いた後のセカンドボールであったりとか三上側の部分でまあ負けてる、ポロポロ負けると相手のペースになってしまうんで、そういうサッカーの本質的なところではまず負けないようにしてから全員でしっかり戦っていきたいなというふうに思います。そこは、まあ、後ろは何としてでも、まあ、3点入ってようが5点入ってようが後ろはやっぱゼロで守りたいっていうところはあるので、もう毎回狙ってるんで、まあ来たら取ります。はい、ホーム栃木戦、ゴールデンウィーク唯一の、ホーム戦なので、ぜひ愛したまで足を運んでいただいて、みんなで勝って勝ち残しましょう。応援よろしくお願いします。